キャラバン宿駅での準備はとても重要だが、心配することはない。衛兵たちは、セノが大マハマトラで亡くなったことを、まだ知らないはずだ。どうして断定できるんだ？もし万が一。第一に、他のマハマトラは、セノが教令院を出た理由を、今も知らない。第二に、今は教令院の神を作る計画の重要な時期だ。そんな時に、大マハマトラの職に動きがあれば、まず疑念を招くだろう。だから、セノのことは公開しない方が合理的だ。ああ、俺も同感だ。そして次の問題。アーカー社の予測機能が、俺たちの行動に影響を与えるのではないかと心配している者もいるらしいが。アーカー社はまだ作動しているから、俺は警戒しないといけない。いや、むしろアーカー社の能力から考えれば、未だに俺の行動が制限されていないのは不自然なくらいだ。それについてだが、俺はよく考えてみた。今のところ、心配する必要はないと思う。覚えているか？最初君がアール村に来た時、行動やルートは、すべてアーカー社に演算され、グラマパラをさらった奴らに筒抜けだった。だが、旅人と合流してから、似たようなことは一度も起こっていないだろう。確かにそうだ。だがなぜ？逆に考えてみればいい。どうして自分がアーカー社に予測されると思う？俺のデータが、アーカー社に記録されているからだ。ああ。しかし問題の核心は、アーカー社はどこまで人を予測できるのか、ということだ。君は疑ったことがないのか？どうしてアーカー社がそんなことをできるのかと。アーカー社は、全スメールを掌握しているから。教令院では、人間の行動は論理的であるという意見が主流だ。記録されたデータを整理して、深く分析することで、アーカー社は行動ロジックを導き出し、そのロジックにかなう人の行動を予測している。誤謬を解くつもりはないが、ロジック通りなどと、本当に誰でもそのように生きられるものだろうか。喜怒哀楽もロジックの一部だが、毎回の感情が、等量であると保証できるか。情緒や観点は、100% コントロールできるものなのか。セノ、君はこれまで単独行動をとっていたから、君の考えに干渉できる人はいなかった。だから、君に対するアーカー社の判断は、君の行動ロジックの原理と、ほぼ乖離がなかった。君は一人で問題を処理するのに慣れているし、果敢で芯がある。君がそうした性格だからこそ、アーカー社は君の予測に効果を発揮できたんだろう。だが、君は今、団体行動をしている。この団体にどのような人物が含まれているのか、アーカー社はまだ把握していないと思う。つまり、俺たちのロジックと思想は集結したものであり、混乱したものとも言える。俺たちとの間に、矛盾や対立が生じる可能性もある。しかし、アーカー社はその部分のデータを持ってはいないし、過去のロジックに基づいても、未来の君を予測することはできない。つまり、固定のデータに支配される部分には、限りがあるということだ。だから、今の君は安全だと思う。理にかなってるな。私も同意見だ。人は生きてるものだが、アーカー社には命がない。命のないものに、私たちが完全にコントロールされるとは思わないぜ。そうか。アーカー社には予測できないことがあり、人も過去に縛られることはないということだな。